はい、柏市より NHK をぶっ壊すということで、はい、令和3年2021年5月14日金曜日です。時間は21時56分であります。NHK 党の大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。この動画の一つ前の動画でですね、私や近藤議員に対して、暴言、侮辱、名誉感情の侵害、まあ、そういった類のことをね、ネット上、ツイッターで、発言しているということでね、まあ、ツイッター名で言えば、丸田武史さん、丸タッキーさんのことをね、紹介をしたんですけども、一つ前の動画の段階でも、いろんな情報をいただいているというようなお話を、させていただきましたけども、現時点においてですね、かなりという言い方は正しくないかもしれないな、もうほぼ間違いないと言っていいレベルの、情報提供をいただきました。本当にですね、多くの方に、ご協力していただきました。そして有力情報をいただいた、こともあり、特定したと言っていいレベルの情報をいただきました。ご協力していただいた皆様、本当にありがとうございました。もうほぼ間違いない、特定したと断言してもいいぐらいのレベルの、情報提供をいただきました。ですので、民事訴訟は十分起こせる段階の、レベルであります。ですけども、先ほどね、言った通り、私は、待ちたいと、丸田武史さんの誠意ある謝罪を、求めております。丸田武史さんを追い込むこと、ね、精神的に追い込むこと、そして民事訴訟でお金をぶん取ること、これが目的ではありません。あくまでも、丸田武史さん、あなたからの、自ら率先して誠意ある謝罪をすることを私は求めています。ですので、丸田武史さんからの連絡を待ちたいと思います。こちらですね、はい、090-6039-6088 090-6039-6088 です。お待ちしております。ですけども、もうね、私の手元に丸田武史さんの、お名前、住所、電話番号、メールアドレス、そういった類のものがね、入手できた以上は、そこはね、やっぱりある期限を設けたいというふうに思っております。あさって5月の16日日曜日23時59分59秒までに、丸田さんからのご連絡がない場合には、申し訳ありませんけども、次のステップに、次の段階に進ませていただきたいというふうに思っております。で、もしかしたらね、もしかしたらですよ、はい、こんなことで裁判起こして弁護士さんにお願いして、赤字だろうと、ね、やってこないだろうと高をくくってらっしゃるんであれば、それは大きな間違いです。はい、今回の件に関しては僕はね、弁護士さんを使うつもりはありません。はい、なぜなら、まあ、名誉感情の侵害レベルの、ことなので、弁護士さんを使ってしまう、それこそ、ね、お察しの通り赤字になってしまうので、必要最低限の経費で納めるためには僕自身が、自身で、本人訴訟という形を取った方がいいのかなと、まあ、これも、ね、一つの勉強だと僕は思っています。自分でね、裁判を提起することによって、ね、
学ぶこともあるでしょうし、当然失敗もするかもしれませんけども、まあ、失敗するにはちょうどいい裁判かなと僕も思っています。裁判するとすればですよ、はい、ちょうどいいのかなというふうに思っておりますので、であるならば、失敗してもね、別にね、本人訴訟であれば問題ないだろうというふうに思いますので、ぜひね、私としては、正直どちらでもいいです。裁判になっても、丸田武さんから謝罪をいただくことになったとしても、それはもうどちらでもいいです。どちらも私は望むところです。望むところっていうか、望むどちらでも結構ですということですね。はい、まあ一番ね、スマートにというか、きれいにね、お互い水に流すというか、わだかまりを残さないのが一番いいのは、丸田さんからの誠意ある謝罪をもらうことが一番ベストかなと思いますけども、ただね、先ほども言った通り、5月の16日日曜日23時59分59秒までに、丸田さんからのご連絡がない場合には、電話だけですよ、あの他の、連絡ツールでの、他の連絡ツールを使っての、まあ、謝罪ないし連絡というものは、受け付けておりませんので、あくまでも電話のみ、電話のみ受け付けますので、それがなかった場合ね、先ほどお伝えした5月16日日曜日23時59分59秒までにご連絡いただけなかった場合には、申し訳ありませんけども、次の段階に進ませていただこうというふうに思っております。はい、まあ、今現在ね、まあ、鍵、ツイッターのアカウントも鍵を閉じられているという状況でね、まあ、殻に閉じこもっている。まあ、明らかにもう逃げを決め込んだのかなというふうに思うんですけども、ただね、日曜日まで、まあ、猶予を与えておりますので、心変わりするようであればご連絡いただければというふうに思います。そしてまたね、もしあのその丸田武さんの、先ほど私がお伝えした丸田武さんの、ツイートのスクショお伝えしましたけども、それ以外の、何かしらのツイート内容を持ってるよと、大菓子を誹謗中傷、罵詈雑言、侮辱、暴言、まあ、その他諸々、そういった発言があるツイートのスクショをね、お持ちの方がいらっしゃいましたら、情報をね、いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。ということで、丸田武さん、私はあなたに対して、なんだろうな、誠意ある謝罪すれば、私は許しますよ。はい。別にね、その音声、電話いただいて、その音声のやり取りをアップロードするつもりもないですし、丸田武さんに求めているものはあくまでも誠意ある謝罪です。しかし先ほどお伝えした期限までに、連絡がない、誠意ある謝罪がないということであれば、そこはもうね、謝罪ではなく、丸田武さんには謝罪ではなく責任を取っていただきたいというふうに思いますので、どうされるか、その判断は繰り返しになりますけども、丸田武さんにお任せします。はい、でこういったことも、丸田武さんだけでなくね、あの人もあんなこと言ってますというような情報もまあいただいてるのは正直なところです。はい、ですので、今もね、丸田武さんだけをなんか攻撃しているように思われるかもしれませんけども、それは今現時点でそういうふうに思われるだけ、見えてしまうだけであって、自分のやっぱね、発言というものはね、責任取らなきゃいかんでしょう、ね、憲法における表現の自由というものは認められていますけども、しかしその憲法で認められた表現の自由を逸脱した場合には、ね、違法行為があった場合にはさ、当然民事罰であったり、時には刑事罰というのを、ね、負わなければならないというのが日本のルール、法律ですから、そこはね、どう捉えるか、
ここで考えていただければというふうに思います。少なくとも私は責任は取る覚悟はありますね。こんなこと言われた、こんなことを言われたことによってこんなことになってるということをね、ネット上で言うんではなくて、もし本当にそれがそういうことにね、こういうことを言われたことによってこういうことになってしまってるんだと、だから大橋に傷つけられたんだと、大橋に迷惑をかけられたんだというんであれば、ネット上でうだうだ言うんではなくて、裁判で訴えてください。で、裁判所でこういうことになってるんだってことを立証してくださいよ。それが真実であるならば責任取りますから、取らせてくださいね。うだうだ言うことが決して健全ではないし、場合によってはそれは自分が発した発言によって、それこそ自分が責任を負わなければならないということになることもあるんですからね。これは忠告ですよ。誰とは言いませんけども。はい。よろしくお願いいたします。優しいな、僕は。はい。てなわけで、以上です。柏しおり NHK をぶっ壊す。